それでは熱戦になりました今日のゲームをハイライトで振り返ります。第1マッチはダブルスです。 TT 埼玉はウォン・チュンキンとキャプテンの陳拓也、そして岡山リベッツは昨シーズンの最優秀ペア上田仁と森園正隆のペアでした。非常にあの埼玉ペアが終始上から打球点高くアグレッシブに攻めましたよね。で岡山ペアが台から下がってしまって相手にチャンスを作らせてしまったっていったところがやっぱりこの勝敗を分けた要因になるかな。ゲームカウント2対0で TT 埼玉ロンチュンと陳拓也が勝ちました。第2マッチからはシングルスです。 TT 埼玉松平健太、木下マイスター東京から加入しました。一方岡山リベッツも新加入の町飛鳥でした。あのスタートからあの両者あの、持ち味を発揮したいい試合が多かったんですよね。で序盤松平選手がリードしたんですけども、うまく後半から町選手が長いツッツキを入れてそれを攻めあぐんでしまったといったところがかなり勝敗を大きく分けたところかなと思います。ゲームカウント1対1で迎えた第3マッチを町選手が逆転で取ったのが大きかったですよね。そうですね、あの辺りから深くツッツくのを入れていって相手に打たしたりとかミスを誘ったりというプレーがはまりましたよね。はい、これでマッチカウントは1対1です。そして第3マッチは岡山が吉田正樹、そして TT 埼玉はイングランドからの新加入ピッチフォード。この試合の時はですね、1ゲーム目 YG サーブ非常に効果的だったんですよね。でこのサーブに対してどうするかっていった点で2ゲーム目から、吉田君がそのサーブに対してちょっと強めのチキータを言ってから相手がサーブが出しづらくなったと。でそしたらレシーブが今度はできやすいサーブが多く増えてきたので吉田君としては、ラリー戦に持ってきやすく自分のいい展開のラリー戦に持ってきやすかったという点が、勝敗を分けたかなと。たった1本のチキータが苦手とするサーブを出させないようにしたということですよね。そうですね、この1球と言われたら、その1球が一番大きな、ところですね。ゲームカウント3対0で吉田が勝利しました。そして第4マッチ TT 埼玉はウォン・チュンキン、そして岡山リベッツは森園正隆でした。大熱戦になりましたね。そうですね、ウォン・チュンキン選手の持ち上げたループドライブに対して回り込んでのカウンタードライブがよく決まってましたよね森園君は。最後はやっぱりちょっと押し切られてしまったんですけども、見応えのあるいい試合だったと思います。昨日ウォン・チュンキン選手村松選手に負けてますので、フルゲームなので今日はもう絶対負けないぞっていう気持ちがもう最後のゲームは出てましたよね。名誉挽回でしたね。ゲームカウントが3対2でウォン・チュンキンが勝ってビクトリーマッチに突入します。ビクトリーマッチ TT 埼玉はキャプテンの陳拓也、岡山リベッツがピッチフォードに勝った吉田を送りました。序盤は陳がリードしたんですけどね、素晴らしい出足のスタートを見せて、やっぱり勢いに乗ってるなと思ったんですけども、後半まで行ったところからやっぱりそこを落ち着いて対処した吉田君、今日いい状態でしたね。さすがです。はい、11対6